キングでは何も見えん。サイレントキリングで音もない。耳でもダメだぞ。まずこの木を何とかしないと連帯は不利だ。何か策があるのか。今それを準備してる。ならばそれはお前に任せる。いい、着刀を終え。俺はバトンをやる。わかりました。カラシ隊長、影間に影縛り整いました。よし、俺につなげ。円錐は影間の術の力を緩くし、まずは俺の動きに委ねてくれ。山中さんとは新天神の術で俺と入れ替わる。お前の感知能力ならこの霧の中でもザブザを探せるはずだ。はっ。ザブザを感知したら影真似をつけた俺をザブザを目視できるところまで導いてくれ。なるべく後ろを取るようにだ。奴を目視できたらすぐに新天神の術を解き体を俺に戻してくれ。ザブザと戦い奴の影を踏みつけ影を飛ばせる。そしたらすぐに円錐は影真似と影縫いの二つの術の力を上げ思いっきり奴を縛れ。その後マキが身の縛りの術でザブザの体を動かぬように縛り上げろ。はい。やるぞ。はい。新天神の術、俺たちでカカシさんをガードするぞ。おう。でさ、他にもいろいろ刀があってさ、歴代の忍び刀の中にはキサメやザブザ、長十郎以外にもすごい使い手がいたんだ。まずは雷を帯びた切れ味最高の一本、雷刀牙の使い手リンゴアメイ。どんなガードも叩き潰すドン刀タブト割りの使い手アケリのジニ、すべてを突き刺し縫い合わせ、上等縫い針の使い手クリアラレクシマル、太刀筋に爆発の力を加えた爆刀しぶきの使い手むなしジンパチ、それから干し柿キサメと同等に大刀サメハラを扱った一人スイカザンフムキ、そしてそれらすべての七刀を使いこなす鬼人の再来と言われた僕の兄ホウスキ満月。何よりこの僕が新世代忍び刀七人衆の隊長であり、そしてもういい、大声で喋りすぎだ。なんだよ、せっかくの締めだったのに。お前の持っていた刀は折れてしまったんだろ。あんなものより新しく作ればいいんじゃないのか。何にも知らないくせして、あの刀にはある能力がある。弾頭首切り包丁は刃こぼれしない刀、いや刃こぼれが治ると言った方がいいかな。人を切り裂き人の血を吸い続けることだね。あれは血中の鉄分で再生する。よし、見つけた。新天神開。お願いします、カラさん。よし、先手を取った。いける。見事だ、ハク。ザブザンかまって飛び込んでくるとは。この子もう死んでる。多勢を相手にするにはザブザの霧隠れの術が要。ザブザを狙ってくるのは分かっていた。それを守るためには他はただの盾にすればいい。ザブザをまるで命がけで守るハク。今はただの人形だけどね。戦争ではなかなか面白い演出になってるだろうな。この駒と俺を切るつもりか。
隊長！隊長はまだか？敵一人は影をくっつけた。二人目は影の接触時間が短すぎる。これでは動きを止められない。接触時間って、まさかザブザにカカシ隊長が切られたっていうのか？カカシ先生、また A ランク任務やるってばよ。ダメダメ、ザブザとハク、あれほどの強い忍び相手に皆無事だったのは信じられないくらいだよ。ま、もっと術を覚えて修行して強くなってからだよ、 A ランクなんてのは。術もそうだけど、守りたいもんもっといっぱい見つけねえとな。あのハクの兄ちゃんが言ってた、人ってのは大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれるってよ。そっか、じゃあお前もそう思うのか。うん、ハグの兄ちゃんとザブザ見てたらそう思った。あのさ、加賀先生とばよ。じゃあこれってどう思う？何が？芝居の術の準備をしておけ。はい。どうしてだ。なぜついていけない。感情のない道具ってやつだ。もうこんな戦いは終わりにしよう。あのさ、加賀先生ってばよ。じゃあこれってどう思う？何が？あいつら敵だったけど、なんかさ、俺あいつら好きだった。これっておかしいかな。いや、俺もだよ。
レジ、縛る、アイスだ。よし、影縛りの術。お前らの神様と涙は目視できる。この札がある限り口寄せはできません。この2体は私が監視しておきます。わかった。エドティンセ、この術は許せない。サイ、次はお前の根の封印術を使う。俺に続け。でもあの術は僕にはまだ。団蔵がお前を買っていたのは確かだろう。もう感情を抑える必要はない。ま、俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のかかし、これより通りな通り暴れ。かかれ、やれ、勝が秘術牛玉結構しよう。マッチショー回転。来たな。